はい、スタート。はい、どうも、シーです。今日はいつもソロリーグの動画を撮ってるんですけど、タッグリーグの動画を初めて撮っていきます。で、理由としては、次のリーグで、なんだっけ、フェスの予選があるので、一応このクソザコウマピーを上げてきたんでで、狙えるなら狙おうかなっていう感じでやっていきたいと思います。で、相方なんですけど、動画の配信者でもあるつぶはちに来てもらいました。よろしくお願いしますお願いします。つぶはちです。でも、とりあえずね、あのダメ元でっていう感じだよね。その平均が1700とかいってしまって、まあ個人がもともと1600とか持ってる人らが入ってしまうような感じだったら、まあ仕方ないけど。そうだね、まあやれるならやっていこうかなみたいな感じだよね。そう、やれる限りでやっていこうっていう感じです。うん、うん、で、一応あの僕のチャンネルの方でもこの撮り始める前に撮った分あるんで、まあ覇王ファンはね、ちょっとまた見に来てくださいという宣伝もして。そうで、概要欄の方につばはちの動画の方も載せとくんで、あ、お願いします。見に行ってください。よし、そんなわけでタッグリーグ、うん、固定はさっきと一緒で大丈夫かな。そう、大丈夫覇王が、え、裏何やったん？ディケイドにしてるけども、別に何しようが変わらんっていうあ、そっかそっか。それならなんかアビにつけれるキャラの方が良さげではあるよね。そうだね、うん、カニとかさ。カニつけてもいいんだけど、メダルが足りないっていう、単純に。ああ、こっからさ、底力とかを追加していかなきゃいけないから。そっかそっか。そう、アビリティに振ってる余裕がないっていう、単純に。そうやな、うん、確かに。あるよ。おーい、お願いします。あった、はい。いやー、強烈な存在が生まれたよね、白ドラ界。環境を奪い去っていく存在やから。転生して強くなったよね。本当に。なんか、あの、一回やめて復帰とかじゃないよね、転生やよね。転生だね。転生が一番新しいわ、これ。なんか、あの、前、今まで、その、覇王Cというキャラクターって、その、全取りで、まあトップランカーみたいな感じだったけど、すげえちっちゃい存在だと思ったら、めちゃめちゃ強いやつら引き連れてきたみたいな。いきなりディケイドとワーウルフとチビブラ持ってきましたよってただいまってすげえタチの悪い帰宅者やね、本当に。本当に魔導バサとか強くてニューゲームしてるから、一人でウマピー上がんのも強ピー上がんのも早いし、うん、とりあえず下にバイク行こうかな。了解。うん、よし、裏はカニおるから大丈夫で、うん、あー、リーダーバサカか。あー、どっちも上行くか。俺をやられたらちょっとまずいね。まあまあ、バルが飛ばして一本止めて、どうせ流れるから後ろにカニ置いとけば終わりでしょ。 OK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 O
来てくれればいいんだけどね。そう、砦の裏にイモイモしてるから。このタイミングでいこうか。ナイス。これで、で上もちょっと圧かけていこうか。なるほど。とりあえずカニ置いとくよ。うん、俺もケルベ置いたから多分あいつは中型られるな。あ、死ぬなあいつじゃ。先に死んだわ。一番に死んだわ。ゴブ流してるけど、ああ見てるね。ここにバイク行ってスキル一発 OK でかい。これで魔導がゴミになったから。魔導も止まるからでウィッチも引け取るからかなりいい。ゴブリン流してんだけどどうかな。おお見てる、やるテンション上がんなよ変なところでテンション上がるやん。いやちゃんと見とったからやりますねと思ってもういない、後ろになんか引っ込んじゃってるから。うん、上にバイク行ってどうしようかな。さあ行くか、ディケイド。で、こっちも取れるっしょ。ナイス。で、そのままあのウィッチが窓を倒してくれるから。ちょっと待つよ、じゃあ。うん、そうだね、ちょっと待とうか。俺、キンチビクロおるから、あのペンギン止める感じで流すわ。はーい。
あいつもほぼほぼ、ああ瀕死だね。回復できない。うん、ああ勝ちだね。オッケー、待って。ディケイド本当な、仲間使ったらおもろいな、ずるいわ。お、爆発してる爆発してる。なんかマーク2個ついてたってことは2個噴死したぞ。オッケー、完璧や。よし、あ、そっか、俺今までマジでソロ動画しか上げてないから、うん、低評価いっぱいつくかもしんない。いや、まあね、俺もそれをもうやっぱり求められるものってそれぞれ違う、うん、絶対に。だから例えばそのタイガさんとかってもうほぼソロ動画しか上げてないし、うん、で実際それが求められるからね。なんかどの実況者でも、例えばスターとかでもやっぱりソロの方が伸びる。マルチがあの人気ないとかじゃなくて、やっぱソロの方が面白いにとって。まあそうだよな、うん、強ピーがあるからやっぱ真剣になるし熱くなるし、ね、感情が入るや、うん、マルチってなんかまあゲラゲラ笑いながらやるっていう。楽しさを求めるっていう。そうそうそう、だから覇王にそれが求められるかって言ったらやっぱ求められとらんよ多分。そう、解説系やもんね。口悪いの求められてるけど。そこ求めるんやなっていう。いや、まあみんな求めるやろ。俺も待っとるけど、なんかちょっと丸くなったよなって。あ、ミラティグ多分、ま、全然丸くないよ。あ、生は違う。生は全然違う。キャラ違うやつになってるから。止めたいな。ここから行ってカニ置いとくわ。オッケー。あ、砦裏上ちょっと隙だらけだから取るよ。砦、あ、取れっかな。オッケー。取れねえな、死んでるわ。ごめん、あ、取った。オッケー。なんで、うん、何が起きた。あの砦の上ラインにかすらせた。いや、あの取り取れたロジックじゃなくて、ブルドラが死んだロジックを知りたかった俺は。わからん。ブルドラが弱かったっていう。はぁ、あ、しかも2体重なっとるやろあそこ。あ、取ろ。ナス、はい、オッケー、今勝ちっすな。変身だ。変身したくなこれに爆発せず微発診断やんけ、火力高すぎて。あ、意外と爆発しんかったな。しかもコストないって俺もう。おい、おい、やめとけや。俺も結構やべえぞ俺。あそこにどこかいる。そこいるって。おい、おい、大丈夫か。グリフォン三角やし、これ四角じゃないの。ディケイド全部いかんかったら買っとったやん、これ。楽しくなっちゃった。ディケイドで快感覚えるなよ。楽しいんだよなあれやんの。くっそ、行かなきゃよかった。後悔時すでに持ってたから。これ無理やな。俺ら結構こう追い込まれると弱いから。弱い弱い、もうだって攻めきれなかったら負けやから。うん、そうやな。あのディケイド3本行く時間が早すぎたな。早すぎたね。いつもが、あ、行くよ。いつも我慢してんのに。つい行っちゃうんだって。あー、帰られた。昨日のミラティブこのタイミングで帰ったやつ、きっしょしねえやしか言わなかったから。あ、いたいた。オッケー、これでラストかな。うん、これラストで。オッケー。いやー、ディケイド3歩行っちまったか。あれ楽しいんだよな。でも射程がね、意外と奥に狭いから。あー、だからさっきのね、ウィッチとかその辺にはそう当たらずっていう。あれ、ま、同じ同じ的？うん、いいね。グリフォンペンギン。大型がブルドラとナス。うん、ブルナスか。ブルドラなんか弱かったな。ブルドラ一瞬で何が起きたかわからんかったのに負けたっていう。いやー、これグリフォンきちい。グリフォン常にきつい。うん、あ、そっか、覇王はそうやな。空もきついもんな、うん、
チビクロ入れてもいい、あ、チビクロじゃないや、あのチビフォア入れてもいいけどね。あー、枠に、うん、対空ってことで。でもそれやったら逆に何抜くってなら、チビブラかな。あー、リーダーなのに打ってくるんや、取れるのにな。ナスだとちょっとあれだよな。ここバチンといって、ここ止めてパクリて、無理か、遅かった。取れそうやな。オッケー、取れればめちゃくちゃ楽。楽だね。うん。あー。2体飛んできてるから、落とすわ。オッケー。メタドラいける？そうだね、あの、うん、そう、そこそこ、そこに、うん。行ってもらえると。で、はい、で、あ、あいつ死んだからさ、一方取られてるやん、これ。これが、先般メタドラ使いですわ。おいやめたれや。うわー、これ厳しいな、これ。あ、ナスキ。から、上のチビフォアはどうしよっかな。いや、グリフォン生きとるもんね。でもダメージ食らってなかったっけ。うん。あー、落ちねえのかよ。あと一発か。コストねえな、もう、グリフォンも。チョコ再生押すわ。うん。ブルドラ弱すぎて苦しんだな、今。一瞬で死んじゃった。メタドラ？うん、ブルドラ。ああ、ブルドラ。相手のブルドラ。ああ、そういうことね。そう、スキル発射できんかったっていう。ハイパー弱かったな。いや、まあこれしょうがないな。グリフォンか、俺がチビクロとか引けんと。でも、銀フレームやから、結構。あ、そうです。使いの中でも強いんやろうな。ああ、これ無理だな、もう。うん、まあでもいいんじゃない。あの、どうせ DVP 現状ないから。落とさせるか、一回。うん、落とさせた方が、こっちは再戦して買ったら稼げるし、うん、もう1個目も取らせて。はあ、ペンギングリフォンか。グリフォンしんどいな。グリフォンしんどいな。うん、早くも弱点見えたな。まあ、グリフォンをその予選で使ってくる人がいっぱいおるかって言われたらちょっと嫌そうっぽい。うん、グリフォンと、まあ、足に関しては俺のバイクでカバーできとるから。空だけだな。そうだな、空。まあ、あと札次第では瞬間火力がない。ない。俺瞬間火力基本ないから。そう、俺もバイクとかやとね、うん、瞬間火力出せんから。またまあまあきちいな。トリデライン直線やから、大型線に巻き込んで1本やりたいな。そうだね。うん、1本やれないと逆に。そうだね、グリだったら、まあまあ、うん、一応まあまあおるんやけど。リーダーゴブに対してめちゃくちゃ積極的に打ってくる姿勢なんやろな、これ。本当に。これはバルーガいきます。吸い込み。うわ、西アーチャーかなり上にもいるな。うん、スウェーズでバイク行ってブルドラが来る。毎回このパターン。あ、行っちゃっていいよ、もう。うん、あー、それはやばい、それはやばいよ、それはやばい。おい、あんなとこに切られたナスがめっちゃきついやん。で、こっからだってあれでしょ、グリでしょ。うん、うわー、すげーなー。爆発しろ。そんな簡単に爆発はしない。したわ。あ、きついよ、きついよ。いやー、でもこのグリはもう落ちる。そうだね、まあまあで、あと落ちて壁がない。ちょっとこすない、ちょっとこすない。いやー、無理や、俺も全然コストね。で、ビートル。この人らも厳選なんかな。さっきもビートル持ってたな。
あーちゃんもっと厳選ではないだろう、さすがに。なんかちょっと厳選臭い感じするんやけどな。ビートルの D1 ってまあまあめんどくさくない、多分取るの。あーそうかそうかそうか、うん、うわマジかよ、3連敗こいつらに。そうだねでめっちゃ負ける動画になるよ俺の方さっき勝っとったのに確かにこれあの2人でお互い動画撮り合おうよってなった時に撮れ高ない方めっちゃかわいそうなんだ両方勝ってるよかったけどな。じゃあもう1軒行かしてよ。ああそうね、もう1軒行かしてよ。立てる立てる。オッケーオッケーオッケー。なんかこの終わり方嫌や。グリフォンペンギンに3連敗するいらんやん、もういらんいらんいらん。てか次負けたら4連敗だけあーこいつら予選突破無理やな、察しってなんかな、俺メタドラをそこフルにしとるし、うん、まあスキルも11まで取っとって金バッジもあるんよ、うん、だから本当にもう究極体なんやけど、うん、あんまり好きじゃなくて使うの。別に変えてもいいけどね、メタドラ以外に、うん、とりあえずね試運転でやってるけどメタドラで。まあそうやね、俺はね、クラーケンが強いと思う。イカそんな強い？砦配置にめっちゃ左右されるけど。あのバルガも砦配置めっちゃ左右されてさ、あの左右に分かれた札め、あの砦めちゃくちゃ弱いからバルガ。イカも。小さいバルーンが分散してしまうもんね。そう。イカも鬼ほど弱いじゃんそれ。そうそうそう。だからこういう砦強いよな。うん、あのまあこういうのはね。うん。あの砦分かれた瞬間負けるっていう。とか真ん中近いやつとかクラーケン出せんから。ああそうだね、でまあその時は一回ライン落とすしかないね。そうちゃんあられんちゃ強っていうかペンギンが弱かったのかわからん、どっちだな。いやちゃんあられ強いな多分強い、ちゃんあられマジ強い。これチビドラ行こう。あ埋めた、埋まったね上。うん全部見れるか。これちゃんあられでやった。これねゴブリン流してるんだわ、死んだわまあこれどうしようかな。あ大砲撃ちゃよかったな。ああおいおいおいマジかよ、ふざけんな。これ大砲一発撃っとくわ、両方両方っていうかもう全部大砲に弱いやん。あと中型だけの方がいいかもこれ。行くわこれ行った。え絶対中型だけの方がいいぞこれ。でこれで一回ちょっと取り飛ば、うん、ああいいね、それはナイス判断、それめちゃくちゃナイス判断。壁メタドラ大砲一発撃っとくわ、はいはいはい、あ俺コロポックルも撃ったからこれで。ああナイスで勝ちかなこれ。ここはやれて、裏任していい？あ、いい全然。はい、牙めっちゃ突撃してるけど牙結構火力高いからね。え、知ってる。ここだるい、ここだるい。俺の剣士、牙ワンパで落ちるからあ、やばい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 、これやばいよ。剣士負けしとるってこと？うん、してますやばい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 、なんかすげえの来とるんやけど。キャラがおらんのやな、キバシかきつい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 、キンベビーがゴリゴリにきつい。あーでけえチリブラ吐いた吐いた吐いたよし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 あーもうじゃあライン避けてチビドラで見るわ、うん、あのライン臭い。あちなみに今ツバチあの入ったって言ったんだと思うけど俺、うん、あのチビブラが入ったことを言いました。あそうなんでも俺ダメージ入ったって違うチビブラがギエーってやってたからよしなんとか。あぶねあぶね俺もさ、そのさっきも前の動画かなでも言ったようにその動画を意識してうん中型そこフルにしたり浴びつけたりしとるっていうのがあって、うん、そのドアンテキャラをそんなにいけてないかも。ああでも逆にその方がいいかもしれない、キャラかぶんないから。サイとか、うん、サイ、キバ、あとは何やろうな、まず最近だからカニとか言ったけど、うん、
カニの底振るもうちょいかな。今団子振るまで行ったんかな、うん、でワウルも行くからそこら辺それでば結構安定感出てくるけど、それまで俺現役の底振るがケルビ1体しかなかった。あ、少ねえな。そう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 、進撃が結構多めで、その代わりなんかアシュラ虹バッチとかちょっといらんもん取っちまってさ。え、強くないアシュラ虹って。いや強いんやけど、その分のメダル使って他の金バッチとは良かったなって。ああまあ確かに。そう、動画のネタにもそんなならんかったしさなんか純粋に強いからなアシュラの、うん、虹。そう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 、これもうすぐ行くしだって。行くよ。 OK。あ、いいね。あ、でっか。裏側に置いとく。はい、取れたもん。取れがだりーなー。だるいね。はい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 。あれはまあ自分が出られるかな。え？トレガを中型で。あ、これが俺フォークにアシュラ重ねて。あ、オッケー、ナイス。これでやれるでしょ。やれるかな。やった。オッケー。ここさえやる。裏もやれた。はいはいはい。譲んのかな？譲ってくるかな？譲らない。あ、いい。俺行くよ。いいよ。あ、守ってくれる鳥で。うん、それは全然。で、ここも重ねて。重なってねえ、これ。オッケー。今のゴブバイ、かわいいな。出てきた瞬間、ペロッていかれたな。こっからディケイド出てくるもんな。そうだよ。凶悪すぎだよマジで。3体出てくるからこっからあ、でも砦じゃない、コスティもないんだよね。オッケー、やべ。オッケー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 。砦守るのは絶対に許さない。これで取れる。で、バイス。オッケー、よし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 。オッケー、なんとか3連勝いけるか。これ3勝目？2勝目？うん、あと1、あと1、うん。OK。テスト戦、どういう環境になるかいけど、やっぱりディケイド。ディケイドフォックスは相当出てくると思う。ディケイドフォックスレム。うん。この辺の、そこは外せない。中型のパワーが高いリーダープラス、まあ大型で言ったらバルガー、ミノガー、トレガーあたりか。そうだね、その辺だね。うん。だからまあ本当に最上位の人らのボックスガチガチにさらっとって、大型ソコフルがほとんどっていう人は多分フォックスディケイドやと思うし。そうだ、中型に固定でくれたろうね。あとは魔導も結局強いから。あ、でもトリオになるのかな、ね、魔導一体は。うん、確かにな、安定感は増すからな、うん、魔導にすると。バイクよし。とりあえず取れるかな。取れるね。とりあえず取って。とりあえず俺チャンあれ行くわ。あ、了解。ちょっと待つか、じゃあ一回。どうなるか。我慢しなかったって結局。とりあえず松川の5秒経たずに出てきたから。待ったじゃん、5秒何体出てくるこれ、2体か。俺やるよ。 OK。 あ、だいぶいかれたな。うん、ほぼ減ってない。守り目に切って、うん、あいつはまあやれる。メタドラもう死ねや。あー、まあ、これ一回落とさないと無理か。うん、メタドラも無理だな。
結構キャラ女。裏カニ置いて。はいはいはい。あ、やべえな、はい、裏やべえな。ちょっといけるか、あれ。オッケー、いけた。裏はやれたか。ミノガが強え。爆発。なんか死ね。よし。よし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 。とりあえずスッキリした感あるけど、これでもう取られたっていうね。あ、やべえな、これ。上見る上見る。キャー、まあ、間に合わんかったな。覇王の動画で負けるね。別にいいよ、大丈夫大丈夫。まだ初だしね、組んでの、うん、そうそうそう、さっきやって、うん、まあ俺の中でそのメタドラなのか、まあ、他のキャラなんかっていうのもまだあるしね、うん、打たれていく。まあでもこれ以上いくと動画の尺がそうな、やばいことになるから、バチコリ長くなるから、うん、とりあえずこの辺で、まあまたフェス予選中にも1回ぐらい、そうだね、動画撮りたいね、うん、まあもし低評価が覇王の方で低評価が多かったら俺の方だけで。だ、大丈夫な気をするけどな。なんか意外とね、あのキャラ変してから読者じゃねえ、視聴者あったけえから、あったけえ視聴者多いから。たまにね、謎のアンチコメント来るけど、ミュートにしてっから、暴言吐いて。雑魚消えなーとか言ってミュートにしてるから。そいつら一生コメント打ってるけど俺には見えないっていう。ああ、わかる。俺もそれやるよ。アンチコメント来て、そいつをブロックするやつよね。ミュートかブロックか。いや、ミュートをすると、チャンネル自体に表示はされない。ああ。そう。だけど、向こうは送ったつもりでいるから、こっちが最後に暴言吐いて終わるっていう。ザコは消えなーとか書いて、向こうがイライラして終わるっていう。動画の締めって今の感じでいいの？あ、いい、オッケー。